オーディションに合格してプロのバレエダンサーになりたい。20歳中野くんの勝負の日に密着。あなたにとってこれから先勝負の日はありますか？はい、あります。2月にあるグランドオーディション2020っていうのが勝負の日ですね。何のオーディションですか？バレエダンサーの就職オーディションなんですけど。バレエされてるんですか？あ、そうです、バレエしてます。バレエ歴15年の中野拓磨くん、20歳。彼が参加するグランドオーディションとは、スペイン・バルセロナで開催される世界最大級のバレエオーディション。昨年は世界各国からプロを目指す196人のバレエダンサーが参加。合格しプロ契約できたのはわずか23人という狭き門。実はプロのバレエダンサーになるのは非常に困難で、日本人ではほんの一握り。中野くんは5歳からバレエを始め、プロになることを目指して15年間レッスンを続けてきたそう。現在20歳の中野くん、今回のオーディションで是が非でも海外のバレエ団とプロ契約を結びたいという。プロを目指すにはギリギリの年齢、まさに負けられない勝負。勝負の日前日、中野くんと番組スタッフはオーディションの前夜、スペインに到着。で、今回親御さんからスペインに行くにあたって何かこう言われたことありますか？もうぜひ契約がもらえたら嬉しいねみたいなことは言ってくれてたんですけど、とても自腹ではちょっと。いけないんで、こういうオーディションとか、やっぱり絶対にプロのバレエダンサーとかになるんだったら本当に親の支援がないと無理な話なので。一般的にプロのバレエダンサーになるためには海外留学が必要とされ、学費はざっと年間200万円はかかると言われています。18歳の時イギリスにバレエ留学していた中野くん、その費用を全て援助してくれた両親のためにも早くプロになり親孝行をしたいのです。なんとか やりきります。そして迎えた勝負の日。今回のグランドオーディションはアメリカ、ロシアなど世界各国のトップダンサー240人が参加。狭き門だね。審査は1時、2時と2日間にわたって行われます。1次審査は1グループ50人に分け、バレエの基礎となる動きを審査。まずこれをこれから見ていくんだ。審査員8人のうち1人でも合格を出せば2次審査へと進むことができます。実は今回グランドオーディションには32人の日本人がエントリー。すごい。そのうちの一人、森沢さん21歳。中野くんより先に一次審査を終え、合格の発表を待ちます。するとダメでした。残念ながら結果は不合格。何回も見ても自分の数字はないので、こんな一瞬で終わるんですね。うわ、新たなところを目指してことですね。前向きになれるよ、頑張ります。休止、本当に
まさに極めて厳しい一次審査。いやー切ないね。そうだよね。中野くんは突破することができるのでしょうか。じゃあ結構絞られますね。1グループ15人ぐらいしか入ってない。そしていよいよ勝負の時が。165番審査の基準は、バレエの基礎となる動きがきちんとできているかどうか。これでわかるよ。そのポイントの一つが回転。実は中野くん、出国する前、回転が苦手なんですか。回転が苦手ですが、オーディションでうまくできるのでしょうか。頑張ってくれ中野くん。綺麗。プロバレエダンサーを目指す中野くん、オーディション一次審査の結果は。審査は合格だ。240人中75人が二次審査に進むことに。ちなみに日本人は32人中11人が合格していました。なんかそのバレエやってる人ってすごい綺麗な人が女性多いなと思って。お前違うんだよ、お前映るたびに綺麗だな綺麗だな。そして勝負の日2日目。おはようございます。ぐっすり寝れました。いや、あんまり寝れなかったです。でもいよいよ今日が勝負の日ですね。いや、もうやってやろうっていう気です。二次審査は表現力が試されるソロダンス。自由演技だ。特に重視されるのがジャンプの高さと美しさ。みんな綺麗ね。中野くんは演技の中に10回のジャンプを取り入れています。果たして全てうまく飛ぶことはできるのでしょうか。さあいよいよ勝負の本番。高間中野、華麗に待って中野くん。綺麗。後半もリズムよく華麗にジャンプを決めていきます。そしていよいよラストのジャンプへ。演技は無事終了。ブラック疲れた。終わりました。どうですか、なんかやりきった感じなのかな。70点ぐらい。70。運命の結果発表。アナドル11。合格者は番号を呼ばれステージへ。中野くんの番号は165番です。果たして。135161。そして201。残念、中野くんの番号は呼ばれませんでした。あ、ちなみに今回オーディションに合格したのは240人中32人、うち日本人は3人でした。名前は残念ながら呼ばれなくて、
と結果は悲しい結果に終わったんですけど、この気持ちを糧にまた次のオーディションも頑張りたいと思います。実は中野くん、次のオーディションのためこの翌日ロシアへ。その結果はスタジオで発表します。はい、もグランドオーディションでは就職先を見つけられなかった中野さんですけれども、うん、はい、大手バレエ団の入団テスト合格しました。おめでとう。すごい。だと思ったよ。結構大きめの A 出てましたよ。やつはできるなと思った。動きが半端ない。動きが違う。続いては昨年12月22日が勝負の